こんにちは。こんにちは。30日本を読む。今日は15日目です。わーは半分、30日の半分、15日目です。長いですね。うん、ね、もう15日ですから2週間しましたね。あと15日頑張りましょう。じゃあ、昨日はこのページを見て話しましたが、昨日のフレーズは、おばあちゃんは鈴木さんに、マサオはマサオの家へ帰りなさいと言いました。じゃあおばあちゃんは誰に家へ帰りなさいと言いましたか？おばあちゃんは鈴木さんに、マサオ、マサオはマサオの家へ帰りなさいと言いました。そうです、いいですね。じゃあおばあちゃんは鈴木さんに、マサオ、人間の肉を食べなさいと言いましたか？いいえ、おばあちゃんじゃなくてライオンのお母さんが、と、が言いました。そうです、そうそう、いいですね。いいえ、おばあちゃんじゃなくてライオンのお母さんが人間の肉を食べなさいと言いました。おばあちゃんが、おばあちゃんが人間の肉を食べなさいと言ったらとっても怖いですよね。ライオンのお母さんも怖いです。そうですね、ライオンのお母さんはあのちょっとねワイルドですから。そう、でライオンのお母さんはマサオに、マサオ、人間の肉を食べなさいと言いましたか？いいえ、マサ、鈴木さんじゃなくて、ああ、ライオン？ライオン、ライオンの名前なんですか？そうそう、私たちはライオンの名前をまだ知りませんね。ライオンの名前はマサオじゃありませんね。ライオンの名前は何ですか？ヒョウゲンさんはあのいつもライオンと一緒に、ね、トラックに乗りますから知っていますよね。ライオンの名前何ですか？そうです、そうです。覚えています。ライオンの名前は小林アキラです。小林アキラ？ライオンは日本のライオンです。そうですね、日本のライオンですから多分名前も日本の名前ですね。小林さんですか？ライオンは小林さん？はい、そうです。はい、小林さんです。下の子供の時はあきらくんでした。鈴木さんの下の名前はマサオ、ライオンの下の名前はあきらです。そう、だからライオンのお母さんはあきらに何を食べなさい
と言いましたか？ライオンのお母さんはアキラに人間の肉食べなさいと言いました。そうです、アキラに人間の肉を食べなさい、人間の肉を食べなさい、うん、と言いました。はい、じゃあおばあちゃんはマサオはアキラの家へ帰りなさいと言いましたか？いいえ、アキラの家じゃなくてマサオの家へ帰りなさいと言いました。そうです、アキラじゃなくてマサオの家に帰りなさいと言いました。はい、それでおばあちゃんはもう一つ言いましたね。何はダメですよ、後ろですよと言いました。おばあちゃんは前はダメですよ、後ろですよと言いました。そうです、おばあちゃんは鈴木さんに前はダメですよ、後ろですよと言いましたね、うん、じゃあライオンのお母さんはライオンが私は人間になりたいですと言ったとき、ライオンにアキラに何と言いましたか？アキラ、人間ダメですよ、ライオンですよと言いました。そうですね、人間はダメですよ、ライオンですよと言いました。そしてライオンはケーキが好きですね。それでお母さん、ケーキが食べたい、ケーキが食べたいよと言いましたが、お母さんはケーキはダメですよと言いましたか？はい、ケーキはダメですよと言いました。うんうん、じゃあケーキダメ、何ですよ、何ですよと言いましたか？人間の肉ですよと言いました。そうですね、怖い怖いお母さん。怖いライオンのお母さん、人間の肉ですよと言いました。じゃあおばあちゃんはマサオ、前はダメですよ、後ろですよと言いました。だから鈴木さんはおばあちゃんに聞きました。え？前はダメ？どうして？鈴木さんはおばあちゃんに、え？前はダメ？どうして？と聞きました。じゃあ、鈴木さんは誰に、え？前はダメ？どうして？と聞きましたか？鈴木さんはおばあちゃんに、え？前ダメ？どうして？と聞きました。うん、え？前はダメ？どうして？と聞きました、おばあちゃんに聞きました。じゃあ鈴木さんはビヨンセに、え？ダンスはダメ？どうして？と聞きましたか？いいえ、いいえ。いいえ、鈴木さんはビヨンセに、え？ダンスはダメ？どうして？と聞きませんでした。そうですね、鈴木さんはビヨンセに、え？ダンスはダメ？どうして？と聞きませんでした。
どうしてですか？ああ。ビヨンセはダンスはダメですよと言いましたか？ビヨンセは、ああ、いや、ビヨンセはダンスはダメですよと言いませんでした。ビヨンセはダンスですよと言いました。ビヨンセはダンスですよ、ダンスですよと言いました。あのビヨンセはね、何も言いませんでしたよ。そうです、ビヨンセは日本語わかりませんでした。日本語わかりませんから何も言いませんでした。そしてダンスをしましたね。そう、だからダンスをしましたから、鈴木さんはビヨンセに、え、ダンスはダメ、どうしてとは聞きませんでした。じゃあ鈴木さんはビヨンセに、ビヨンセの電話番号を聞きましたか？いいえ、鈴木さんはビヨンセにビヨンセの電話番号を聞きませんでした。はい、聞きませんでした。電話番号は聞きませんでした。ファンですから、ストーカーじゃないからね、ファンですから。じゃあ、鈴木さんはライオンのお母さんに、え？ケーキはダメ？どうして？と聞きましたか？いいえ、鈴木さんはライオンのお母さんに、え？ケーキはダメ？どうして？と聞きませんでした。うん。そうそう、鈴木さんは聞きませんでしたが、鈴木さんじゃなくて、ああ、誰が聞きましたか？鈴木さんじゃなくて、アキラが、アキラのお母さんに聞きました。うん、そうです、そうです。鈴木さんじゃなくて、アキラが、え、ケーキはダメ？どうして？と聞きました。ライオンは、お母さんに、ケーキが食べたいですと言いました。そしてお母さんは、ケーキはダメですよ、人間の肉ですよと言いました。そしてライオンは、え、ケーキはダメ、どうして？とお母さんに聞きました。お母さんはライオンに何と言いましたか？ああ、お母さんはアキラに、ライオンがケーキ食べられないと言いました。うん、そう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 。ライオンがケーキを食べたら病気になります。 Oh, okay. だから、うん、ケーキは食べられませんよ、ケーキはダメですよと言いました。鈴木さんはおばあちゃんに、え、後ろはダメ？どうして？と聞きましたか？後ろはダメ？いいえ、鈴木さんはおばあちゃんに、え？前はダメ？どうして？と聞きました。前は。うん、そうですね。後ろじゃなくて、前。前はダメ？どうして？と聞きました。それで鈴木さんは前を見ました。
前はダメ？どうして？前を見ました。うん。はい、わかりました。はい。鈴木さんは、後ろを見ましたか？前を見ましたか？前を見ました。うん、前を見ました。じゃあ、鈴木さんは、上を見ましたか？いいえ、上を見ませんでした。うん、上を見ませんでした。じゃあ、鈴木さんは、下を見ましたか？下を見ませんでした。うん、え？下はダメ？どうして？と聞きましたか？いえ、え、下はダメ？どうして？聞きませんでした。そうです。え、前はダメ？どうして？と聞いて、前を見ました。うん。鈴木さんは、え、前はダメ？どうして？と聞いて、どこを見ましたか？鈴木さんは、え、前はダメ？どうして？と聞いて、前を見ました。うん、そうです。え、前はダメ？どうして？と聞いて、前を見ました。誰に聞いて、前を見ましたか？おばあちゃんに聞いて、前を見ました。そうです。おばあちゃんに聞いて、前を見ました。じゃあ、ライオンは、え？ケーキはダメ？どうして？と聞いて、どこを見ましたか？お母さんを見ました。お母さんに聞きました。その時、お母さんの顔を見ていました。え、お母さん、はい、前はダメ？どうして？と聞いて、下を見ましたか？上を見ましたか？下は見ました。うん、下を見ました。楽しいから下を見ましたか？悲しいから下を見ましたか？楽しいから、あ、悲しい、悲しいから下を見ました。そうです。辛いよ、アキラ。悲しいから下を見ました。じゃあ、ライオンは、お母さん、人間になりたい。と言って、そしたら、お母さんは、人間はダメですよ。ライオンですよ。と言いました。ね。それで、ライオンは、どうして？どうして人間はダメ？と聞いて、あ、それでお母さんは、あなたはライオンだから。あなたはライオンだからライオンですよ。と言って、ちょっとアンフェアだけどね。まあ事実だけど。それで、ライオンは、どこを見ましたか？上を見ました。ライオンは上、アキラ上を見ました。アキラは上を見て、うん、私は人間になりたいと思います。思いました。
うん、そうですね。あのね、悲しいです。悲しかったけど、ね、でも、人間になりたーいと、ガオー。上を見て。Courage. そっか、うん。ちょっと自分をね、奮い立たせて。ライオン、you can do it! You can be a human! You can be human! って言ってね。人間になりたーい !Go! ライオンは強い。心が強い。負けないで、もう少し最後まで走り抜けて。ライオン、駆け抜けろ。じゃあ、鈴木さんは、おばあちゃんに、え？前はダメ？どうして？と聞いて、どこを見ましたか？鈴木さんは、おばあちゃんに、え？前はダメ？どうして？と聞いて、前を見ました。うん、そうです。前を見ました。鈴木さんは前を見ましたが、前には何がありましたか？鈴木さんは何を見ましたか？ディズニーランドを見ました。ディズニーランド？楽しいところ？いいえ。ディズニーランドはありませんでした。前には何がありましたか？よかったら皆さんコメントを書いてください。はい。じゃあ今日はここまでにしましょう。また明日です。